はい、皆様こんにちは。今日はですね、山田さん、あのコメントを見ていただいたら分かる、いつも長文でご丁寧にコメントくださる車好きの方、山田さんと実は浜松ですね、静岡県の浜松市で今合流したところでございます。どうもこんにちは。どうもこんにちは。ちょっと緊張してます。どうぞ、もう前向きでもはい、はい、気楽にやってください。お願いします。今ちょっと僕が無理を言ってですね、先にうなぎを食べに行かないかいいよということで、愛車のね車、今から後で話してもらうんですけどもに乗せていただいてですね、はい、これよりうなぎをさっき行ってまいりたいと思います。さあ皆さん、この車体を見てもうピンとくる人いらっしゃいますか？後でご本人が解説します。なんとなくだけ撮っておきますね。まあメルセデスということはお分かりでしょうか。やっぱカメラ向けられて緊張します。緊張しますね、結構ね。左オーライです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまっすぐになったんで話聞いていきたいと思うんですけど、はい、このお車何というお車ですか？これメルセデスベンツの、はい、まあ、一般的に言われます W140 という S クラス、はい、S クラスで、ね、でその中でも、これはあのエンジンは一番ベーシックに近い320という直列6気筒の、はい、直列6気筒、はい、あの 3.2、 まあ一時 2.8 っていうのもあったと思うんですが、はい、あのそれは割とすぐになくなって、やっぱりベーシックはほとんど320というのがずっとになってきた感じですね、140は。はい、はい、なるほど。で、はい、このね高級感漂うこのメルセデスですけど、そもそも何がお気に召してこの車を買おうと思いだったんですか？そうですね、もともと80年代から90年代のメルセデスというのが、まあ、好きだったんですが、はい、この前に129という SL というオープンに乗ってまして、はい、それはそれでものすごく気に入っていたんですが、やっぱその頃からこのやっぱりフォードのメルセデスというのが、どうしても一度幼い頃から乗ってみたかったというところがありまして、はいはい、それで、この車に決めました。決めた。はい、はい、でこれかなり程度がいいですね。今何万キロぐらいですか？はい、ですね、今現在5万6000キロちょっとですね、23年落ちなんですが、うん、はい、前のオーナーさんはあんまり乗らなかったり大事になさったってことですかね？そのようですね、どちらかのお医者様だったということらしくて、かなり丁寧に乗ってらっしゃったようで、まあ、今でもコンディションはかなりいいと思います。いや、いいですよ、伸縮性抜群ですね。そうですね、オートしないですね、外の音もエンジン音さえも。そうですね、まあ、まあ、自分乗ったことないんですけど、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、この140というのは12気筒と V8 のやつがありますが、はい、まあ、その辺のモデルと比べると、まあ、6気筒若干ちょっとエンジンの回転も高めなのかもしれませんけれども、うんうんうん、それでも6気筒としてもかなり静粛性は高いと思いますね。いや、高いですね。さすがメルセデスというね最上級グレードだけあって、はい、ちょうどいいんじゃないですか、直列ロギ 3.2 ぐらいが今の時代にも合ってるんじゃないですか？そうですね、割と、まあ、その前の SL は V8 の5リッターのタイプ、はい、SL500 だったんですが、もともと最初に自分がメルセデスを買ったのが、まあ、中古なんですけれども、はい、今でいう、まあ、E クラス、はい、で昔はまだミディアムクラスって言ってた頃のモデルを自分最初に買ったんですが、はい、それがまあこのエンジンとほとんど同じ、はい、M104 というタイプの、直六のツインカムのエンジンだったんですね、はい、そのエンジンの印象がすごく良くて、まあ、はい、V8 が悪かったわけではもちろんないんですけれども、はい、そのエンジンで S っていうのは若干非力感もあるのかなと思ったんですが、まあ、今おっしゃったみたいに、はい、まあ、今この時代排気量3200もあれば十分ではないかという面もあるし、はい、この吹き上がりが割と警戒感があるので、うんうん、そこが非常に気に入って、これ、まあ、320をあえて選んだという経緯があるんですね。あ、なるほど、まあ、はい、いろいろ乗り継いだからこそ分かる良さといいますかね、まあね、まあ、そこまでの経験もないんですが、はい、うん、けどその要はこの 3.2 リッターっていうこの、ね、エンジンの配置がそもそもバランスがいいってことですよね。そうですね、まあ、今ねやはり時代で、直列6気筒エンジン自体がだいぶ少なくなってますので、まあ、味わうなら今なのかなという、ところもちょっと加味しました。確かに、いや、はい、なるほど、はい、ちょっとね前方を映してみますけど、非常に安定感があって静か、伸縮性も高くて、
けどね、踏み込めば軽く回るこのパワーのあるエンジン、何もかもが揃ってるのはこのメルセデスのいいとこだと思うんですけど、外観どうですか？やっぱこれがザベンツ的な。そうです ね、あの割とね、現役の頃は割とあの怖い方たちも乗っていらっしゃったというので、新車が出た頃は割と買いにくい系の、はい、成金か悪い人かみたいなね、お金があってもちょっと乗りづらいんじゃないかみたいな。今となったらネオクラシックとして品のある車になってきましたね。ですね、サイズ感も、まあ、当時は大きい大きいって言われたんですけど、まあ、今あの現代の車もかなり大きくなってますから、うんうん、あ、そうか、そうか。それと比べると、まあ、さほど極端に大きくもないんではないかなという感じに今なってきたという感じ、まあ、時代がこう追いついてきたんじゃないかなと。なるほどね、はい、勝手ながらそんな風に感じてます。はい、おっしゃる通りでしょう。でね、スイッチ類も押しやすくてね、視界性もいいし、いろいろ豪華装備もこの車ついてますね。はい、そうですね、一応まだでもこれも最終に近い98年、はい、のモデルですので、320としてはまあもう最後の方はこの、メルセデスの純正のナビゲーションっていうんでしょうかね、はい、そのシステム、まあちょっとナビは今ちょっとこれ壊れちゃってるので使えないんですけれども、はい、でオプションのサンルーフと革シートですかね、はい、はい、この辺がまあ最終になると標準になってくるということらしいんですけど、豪華装備なんですね。はい、あ、最初はでもオプションかな、うん、サンルーフはオプションだったと思うんです。あ、サンルーフどうだったかな、あんま適当なこと言ったら。そう、まあまあ皆さんね、ウィキペディア等で調べてくださいね、はい、正確なの。そうですね、はい、でまあ一通り装備もフル装備について。そうですね、装備はもうかなり上級モデルのと、本当に110が初期に出た頃の、まあ、その当時は 300SE って言ってたと思うんですが、はい、300SE ですともう空名がちょっとゼブラになったりとかして、うん、まあ、そのデブラも雰囲気いいと思うんですけれども、はい、これがこう、なんていうんですかね、ウォルナットみたいな感じで、上級の仕様とほとんど内装的には変わらなくなってきてる、はい、ということですね。そしたらシックなね、このウォルナットの色、非常にこう西洋の家具とひっついたようなね、このいい色してますもんね。独特の色合いですかね。で実際運転してみてどうですか？やっぱり乗りやすいお車ですか？そう、本当に自分も当時からこの新車の記事とかをずっと読んでましたけど、やっぱその、はい、やっぱサイズを感じさせない、まあ、増田さんもメルセデスの乗りですので、はい、あれかと思うんですけど、まあ、サイズの割に非常に運転しやすい。まだちょっと自分も納車されて1週間ぐらいしかまだ乗っていないのであんまりあれなんですけど。あ、今この車納車されて1週間ですか？そうなんです、車自体も半年ぐらい前から持ってはいたんですけれども、はい、ちょっとまあ事情があって今整備が終わったところで、ね、そうなんです、はい、なるほど。これ今日に間に合わせていただいてありがとうございます。いやいやいや、本当自分も良かったなと思ってます。はい、後で外観他はねしっかり撮らせていただきますけど、はい、山田さんにとって車って何ですか？車ってもうでも生きがい、生きがいとまで言っていいんじゃないかなって。もう自分これ車がなかったら多分仕事もやってないんじゃないかというぐらい、うん、車があるから働ける。まあ本当はこれ家族って言わないとちょっと語弊もあるけども、そうなんです、語弊はありますけど、まあまあ家族とはねまた比べられないですけれども、はい、ね、それを別にすればもう本当に生きがいと言って、いいほどちょっと溺れたところがあると思います。なるほど、はい、いやね、皆さん聞きましたか？家族とは別に車も家族なので車のために俺は働くんだと、はい、まあ一人のね、まあ余分に娘か息子がいるみたいなそういうノリなんですね。そんな感じかもしれないですね。その息子や娘と遊ぶためにお父ちゃん働くと、はい、なんて分かりやすいモチベーションなんでしょうね。で実際割と、はい、ね、メルセデス以外にもご興味があるってさっきお話しましたけど。そうなんですね。他の車で気になる車とか今ありますか？はい、気になる車ですか？これいっぱいありすぎちゃって、いっぱいありすぎる。なかなか浮気しないけど、例えばこの後次ね、もうこれは死ぬ前に乗っとこうかみたいなあります？はい、そうですね。最後やっぱり増田さんほどではないですけど、自分マニュアルの車が、はい、本当は好きなので。はい、初代のボクスターのマニュアル、なんかまあ乗れたら欲しいなと、はい、まだ全然ね、はい、いいのが、はい、程度いいのがいますからね。そうですね、今はまだちょっと探せば出てくるみたいなんですけど、はい、自分の予算に合うものがあるのかどうか、まあね、安くても自分にとっては大金ですのでね。はい、大金ですよ、誰にとっても。だから命がけで働いて投資するわけだね、車にね。そうなんですね、ボクスター。けど、はい、環境としていい
ですね。ここでボクサーと気持ちよく走れるでしょうね。そうですね。まあこちらは割と浜松の北部の方で、はい、まあ今ちょっとねこの辺は少し通りありますけど、基本的にまあ、はい、交通量が割と都会に比べるとかなり少なめだと思いますので、ね、走らせるにはかなりいい環境かと思います。なるほど。はい。じゃあいつかね、はい、2台持ち3台持ちになるか、で嫁入り出戻りみたいに帰ってくるのかまあ分かりませんけど、ね、いろんな車を通じてね、はい、人生を謳歌していただければと思います、はい、また後取材で何枚か撮らせていただくのでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ザーマス取材チャンネル。はい、皆さんいかがだったでしょうか。山田さんですね、いつもご視聴ありがとうございます。視聴者コメントやってみたシリーズになってますね。このメルセデスかっこいいですね。非常に車が大好きな山田さんらしいチョイスだと思います。非常に静かなんですね。安定感も抜群でございます。でこの後ですね、取材はずっと続くんですけども、先にうなぎの方お邪魔いたしました。まあ浜松といえばうなぎがね、最近では餃子が有名なんですけども、早速ねご当地のものをいただいて、それから取材に入りたいと思います。ちなみにこの松葉、私がまだ小学生ぐらいの頃から親父と一緒にね、田舎帰るときには、埼玉帰るときに寄っていたお店でございます。今もやっております。美味しくいただきました。はい、それでは失礼します。バイ。